おはようございますなんかこの最近最近ルーティーンになりつつあるね8時ぐらいに起きて日本が11時ぐらいでもうなんかちょっとじゃあ配信してから一眠りすっかみたいなですね 飲み物買ってきてもらおう。夜中ってでも十二時ぐらいでしょ、今。 今9時てかもうちょうど10時間後ぐらいに試合なんだよね早起きおじさん <laughs> 今日も PKK やりますか決めますか 昨日不安で寝れなかったよ決まるかなってで、悩めば悩むほど冷静に考えるのいやでもプロだって外すんだからそんな考えてもしょうがねえなと思って考えてもしょうがないじゃんうぶち込むだけ

こんなにイメトレしてうまくなるわけねえだろ俺分かんねえのにと思ってねたけどぐっすり寝ただから冷静かかに考えてそうだよね打つしかないじゃんもう <laughs> だよね この後予定なんいや、なんか選手たちが2時間前に行くっていうからじゃあ俺もその時間に行こうと思ってただそれだけいやもう決めるでしょそんなもん絶対。 勝ったら何日まで延期えっとね次のこの社活じゃん6月2日 ?3 日にの朝じゃないかな。体の調子はすこぶるいいめちゃくちゃいい 今日本は1日の12時、え0時過ぎでしょ ?3 日の朝だね。もう6月か、そうやって考えると。やばいね。 早いな半分終わったのか <laughs> そっちまだ5月かよ <laughs> そうだね31日になったばっかだね <laughs> あーかたいて。 配信者としして世界で戦える自信つきましたか <laughs> 全然関係ないじゃん俺戦ってねえし別に戦士たちが戦って、まあ、PK 蹴ってる <laughs> <laughs> PK 蹴ってるから俺も戦ってるわ大事じゃんこの一点確かになめてんじゃねえぞお前日本も そっちでは太ったネクロマンサーって言われてるか、目が小さくない猿って言われてる <laughs>。どっちがいい太ったネクロマンサーか、目が小さくない猿百100日後に死ぬワニみたいでよくない俺は,でも俺は何でもいいんだけど別に。どう呼ばれようが太ったネクロマンサーの方がいいか出間違えましたか増えた <laughs>。 <laughs> やっぱ PK1 点取る効果がだそういうさ心の贅肉が生まれると外すからもう普通いつも通り <laughs> 敗者復活勝ち進んだどこのチームとるんだなんかまとめてくれてたんだけどな誰かが。 忘れちったよ勝ったらトルコかアグエロの敗者を、そうそうだ結構強豪だ。 何て話しかけてきたのなんだっけな忘れちゃったな。ああお前、なんかチームのことじゃない悪い試合じゃなかったぞみたいな。多分そんな感じだったと思う。見てくれてたんじゃないいやよ、よかったぞみたいな。負けたけどよかったぞみたいな。 ゲーム好きなんだっけお前さすがにイエスを頼してあのみんな俺が普段日本語で生活してること忘れてるでしょなんつってるか分かんねえんだよ俺俺魂で何とか聞き取ってるけどなんつってるか分かんないんだよ必死に会話してるだけでなんかそんなこと気にしてないと思う向こうも俺が英語喋ってんねえこと分かってんだろ わかんんないんだよ、ね、でさ結構さその開き直ってる周りにだ松本さんがいない状況で英語でインタビューさせてくれみたいなシーンも多いのそういう時にもう絶対断らないって決めてるから <laughs> オッケーオッケー専 <laughs> うやろうぜって突っ込んでってるから俺全部メディアでも配信者でも絶対断らないって決めてるから。 何ていうか分かってるときも根性で気わせるから。<laughs> で向こうがなんとかするじゃん。 カトさん普通 PK を知ってる人間なら PK 真ん中高まに蹴りません怪我してる大変じゃないですか <laughs> ちょうどあの人の頭のとこ行ってたね俺びっくりしちゃった俺も吸い込まれてったほん左に蹴りたかったんだけどなんかちょっとやっぱ自然とやっぱさフットボールに愛されてるんじゃないボールが向かってったもんこうやって曲がってピュって顔の方に <laughs> こいつマジかって顔してた <laughs> マジでぶち込んでやったわ 失礼しょだってなんかなめてけんの <laughs> お大谷にデッドボー,ラール与えるもん <laughs> それやって考えたらちょっと申し訳ないことした謝罪しなきゃいけないねもしでもまあ結果としてよけてたから 俺だけなのかな分かんないなんかさサッカーしたらさね、俺腕痛いんだけどこれなんで5分しかサッカーしてないのにこの辺痛いてんだけどなんで全身使うのかな 筋肉こう <laughs> 緊張してたからか変な緊張したなそういえば。 え、モンハ新しいの出るんだ。だちょうど俺も今やってるからよくないいつ出んのだから来年なんだ。じゃあ今考えなくていいな。え、PV 出てんの帰ったら見よう。 <laughs> 今は臨海ブラキとシェフチェンコ倒すことだけ考えろ確かに強敵が今目の前に2人現れててシェフチェンコと臨海ブラキで様す相手にとって不足なしなんだよね両方とも好きだから俺 回転チームすごい強いっていう噂が今日何時からだっけな18時か9時間半後ちょうどあれだよねみんなもそうでしょ10時ぐらいでしょ勝ってるとこ見せるに決まってるやんねえ まだ帰んえっつってんだろうえずっと起きてないあの今起きたはーいありがとうすまない あ、セブンアップでセブンアップでそ<う>これクソメイ<す>いい、もう蒲田帰っちゃったからさ<ん>もうちょっと心細いよな <laughs> <laughs> ありがとう何これありがとう <laughs> 何時に出るえっと16時早めですもん16時前に今日かやる じゃあなんか適度に適宜適当な時間に向かいに来てください。オッケー。うん、まっ。幸せ。 国にかぶれてる <laughs> そんな俺だって日本食食いてえけどドーナツとかしかねえんだもんみんなにマウント取るためにドーナツ選んでるわけじゃないんだよ俺だってさ生姜焼きとかさ魚とか食いてえよかぶれてるわけじゃねえんだよ 野菜もあんま食べないほうがいいって言われてるお腹壊すからでも体調はすこぶるい,いねなんか俺ほんとにすこぶるい,い びっくりするぐらい体調いいホテルはタバコ吸う場所もある今日の髪型オールバック理由は試合中邪魔だから。 息切れは普通に日本にいる時からしてるでもちょっと歩いたらやっぱするよ富士山の5合目だからな。 今俺がいる場所、うん、日本帰ったら速攻ミラボレアス倒していないでやる。 今、サッカーの監督やりたいんですが、高くて、俺、やっぱスポンジじゃん。俺、スポンジじゃん。これどのシリーズあるか分かんないけど。やっぱ体軽くなるかな。今日、勝てそうか。うーん 俺は勝てると思ってるけど私も今日勝ったらちょっとスケジュール余裕があるのね次6月2日じゃんワンチャンマジで土日使ってミラボレアス倒すインメキシコでもさ思い切って実況できないのがさすごいストレスでおっきく絶対出せないからこういうさトーンで喋ゃんなきゃいけないのがさストレスなんだよね いやもう行かなきゃいけないとこ結構行ったもんでなんかそのパーティーとかも,もないし帰国はもう敗退日の翌日の夕方のからだからプラス30時間後だからワンチャン6月11日っしょ <laughs> 優勝したら。 であと2週間ぐらい行くことになるでしょいや。その間こっちで、え、だからスイッチもあるから、もうだんだんスイッチ、しかもその日、ムラ毛じゃん。<laughs> あ、じゃあ、どうあがいてもムラ毛には間に合うんだね。運命だね。その日の朝にか到着するから、瓶的には。 日付にだってもう今日で1週間だよちょうど1週間たったね結構早いな。 蒲田はもうすぐ日本着くんじゃない昨日の10時に出たってことは2時ぐらいの便で帰ってるはずだからまだ7時間ちょうどまだ半分なら今ハワイの上ぐらい飛んでんだろうなこうやってな <laughs> 15時間かかるからあと8時間ぐらいだね 直行めちゃくちゃ高いエコノミーで4五5 0万ぐらいするマジでてかネジ連れてきてマジでよかった鎌田とお姉ちゃんが帰るからさしかも松本さんも5日までぐらいしかいれないのねネジ連れてこなかったらさ俺勝ち進んだたら本当に俺本当一人で戦うことになったなマジでやばいよね、まあ、それもいい経験なんだけど 通訳なし一人やばくないで仕事すんだよヤバいよね松本さんは4日か5日ぐらいまではいてくれるらしいからねじは喋ゃ,ゃれるわけないじゃんでもな意外となんかもう勝手は分かってるから こういうタイミングでここに行ってこういうタイミングでここに行くからみたいな。で選手に喋れる人がいるからコーチに。でもあんまりさ練習の邪魔とかしたくなくてさそっちを頼りたくないんだよね。 今ももちろん俺喋れないけど喋らなきゃいけない状況だったら人は喋れるようになるだろうなと思うだって調べて自分で翻訳しながら喋るもん頑張ってせざるを得ないからでもしんどいよなタフだよねそういう人たちって いやタフだと思うラニーさんに練習試合で9対0で負けたイバイのチームが決勝トーナメント言ったあの勝ってたねしかもイバイも決めてたでしょうんこしてきていいダメならめっちゃ我慢するけどいい いいうんち うんこツイートすればよかった次の PK は緊張するめっちゃ緊張する <laughs> あのさ1個目ってさもう右も左も分かんねえからさぶっちゃけそんなに緊張しなかったのねで 2, 2回目ってさ決めなきゃいけないと思っちゃうから普段通りでも俺にとってのはねアドバンテージがあるの配信できてるっていうのが楽なの その時はリラックスしてるからで配信つけたまま「じゃあ行ってくるね」っつって行くからそ,そこはちょっとねアドバンテージなんだよね緊張はするよめちゃくちゃ1点取ってあげたいじゃん で右しかかれないででもあるだろうなないんん <laughs> やっぱアジア人一人だから目立つんだよめちゃくちゃみんなに言われるお前こっちに行けるんだろって <laughs> みんなに言われる <laughs> お前こっちに行けるんだろって <laughs> みんなに言われる3人ぐらいに言われたお前こっちに行けるよなってイエスって言ってる俺は種まきしてる左への キングスのゴールは小さくて PK なんだから迷いなく蹴るのが一番そうだねみんな結構外されしてるしね、まあ俺決めるけど、絶対 なんで一口ずつ飲むの炭酸がさ日本の1,000倍ぐらい入っててゴブゴブ飲めないプレゼントしては和製メシって言われてさメッツじゃなくて噂によるとさ日本のメッツやんって呼ばれてる日本のなんか関西の地区では俺日本のメッツやんって呼ばれてるのね プレジデントの試合やけに脱力してリラックスしてるみたいなあれはだって遊びだし俺できないじゃん別に楽しかったよ日本からフットサルやりてサッカーやるのも面白いんじゃないかと思ってきた、うん、試合見てよいい試合だったし惜しいところが多かった次の試合勝ってお互いがあそっか当たるからってことかなるほどね PK はどんな気持ちで打ったのあのシュートよかったんなんかすげえペラペラ喋られたけど分かんなかったからイエスって言ってた「t h a n って 目見て言ってやったわイエスって心の中では薄毛アグエロが話しかけてきたと思ったんだけど <laughs> だそんなミーハー心出したらさ逆になんか向こうも気使うなと思って次言うわお前もなかなかうまいなって言うわ <laughs> お前もうまいなって y o u t u o って言うわ どっちが年上同じ年上じゃないかな向こうの方がちょっと下なのかな ?37 なんだ。<laughs> なんでイエスばっかり言ってんの俺も英語できないけど、あいずしてイエスじゃなくないいやなんかもうそんなことを考えなくていい。もう気づいたの。 文法とかなんか正しい簡単語とかじゃねえんだよ。もうたま、マジで魂、フィーリング正しい言葉を使おうなんて考えてたら会話にならない俺のレベルだとネイティブレベルで喋れる人が考える問題で喋れねえんだからもうそんなこと考えてたら会話にならない。だってさ通訳いねえのにペラペラ喋りかけるからさ会話にならないんだもん。 ししってて言わないようにしてんの分かってないのに分かったよって嘘つきたくないからで、イエスってなんかどっちでも取れるじゃんはい <laughs> なんかそれだからイエスって言ってんだ俺ノーって言いたくないしほら、だから「IC」って一回も言ってないでしょ アイシーも50%ぐらいの今さそう使っていいの分かってるのにアイシーって言っていいのああ、シーアイシーって言っていいの <laughs> 俺次の動画から多用してたらどうするじゃん俺が。 適当止まりないかなジュゴンがオーナーにしてる画像を送ったから見てくれありがとうそういう動画待ってます あと10分で配信切る、もうだって1時ぐらいでしょもうみんなに寝てほしいから明日の朝見てほしいから俺の2得点目だからそのジュゴンのオナニーの動画とあのモコウの新しいポケモンあとバンビーの動画それらを見てリラックスして過ごします <laughs> 加藤,さん加藤さんの PK の写真ですが左足の踏み込む位置で右確定してしまっています。<laughs> ね、そんなの無理だからやめて今言わないで。<laughs> 分かったじゃあちょっとそれを分からないように <laughs> 俺そうしたら変になっちゃう気にしない変になっちゃうってやったことないんだもん今のままにでいさせて。 考えなくていいよねそうあのーヒューが小次郎見てにさ

え今日来てるファッケッティファッケッティ来てるよね多分ね決勝トーナメントからか トッティはヒューガー・ジロのタイガーショットを練習して怪我したことあるぞ <laughs> やっぱいいね大谷翔平もそうだけどさスポーツスポーツバカでいいね地面をえぐってそのまま行こうみたいなロベルト・ホンゴのサングラスあるよ 人気なんだなキャプテン翼そんなにみんな見てるんだキャプツバー あえて左に蹴って外すパターンが一番ダサいから右にしっかいやそう別に <laughs> あえて左に蹴ってるわけじゃないよ <laughs> 決めたいから蹴ってるだけで俺逆張りしてるわけじゃないよそんなに左あるんだったらそんなに右の選択肢が多いんだったら左回りかなみたいな感じでさ今日の練習次第 左は、あの、蹴ろうと思えば蹴れるマジでただ思いっきり左に蹴るなっていう動きになると思うで俺もずーっとそのことを考えてたんだけど冷静になるの、うん、そんな100%決めれるんだったら俺今頃代表で蹴ってるなと思って で、考えるのをやめて、いや、結局魂だってなる結局魂だって。 インサイドで蹴ったほうがいいぞ、インステップはどっちにいけるか分かりやすいじゃん分かんねえんだってインサイドとインステップの違いが分からんもうで、そういう技術的なことを言うのやめてくれ今からやったらもうおかしくなっちゃう技術を言わないでくれサッカーやったことないんだ 頭がおかしくなる。 正直あのゴールで未経験者が2連続決めるのは難しい外してもおしゃなしできる絶対に決める自信 <laughs> 根拠のない自信があふれ出てきてる絶対に決める俺は何本だって決める絶対に決める 決めるまで蹴り続ける意味が分かんない。なー <laughs> ノーノなななノーってょっともう一回勝手に「あれやろうぜゴールキーパー動いたよね今ね」つってあれやろう。やるわ。物言いするわ。 じゃあね、皆さん、僕はちょっとあとん8時間、ゆっくり過ごすんで、皆さんもゆっくり寝て、明日十10時、朝の、朝の10時にこの場所で僕を応援しに来てください。明日もう初勝利プレゼントするんで、お疲れ様でした。 散歩してゆっくりします。